ガクトさんが人類のキレイを加速させるガクトキレイプロジェクトを発足。記念イベントにガクトさんとゴールデンボンバーの桐生院翔さんが登場しました。ガクトさん曰く桐生院さんは音楽業界で一番体が硬いそうで、実際に前屈してみると、本気か、マジなんですマジです。ということでガクトさんが監修した電動ストレッチローラーを体験。効果は果たして、だんだん痛かった、あね、あさっきより言ってる、すごい分かりやすいぐらい効果が出るでしょう。今人生で一番体柔らかいです。買います。ちょ40個ぐらい買ってね。40買えますけど、配りましょう